いらっしゃいませ。オカルト喫茶アンナのオカルト朗読会へようこそ。どうぞお好きなお席へお座りください。こんな固い中の小さな喫茶店の朗読会。お越しになるお客様は数人の常連の皆様か。お客様のようなものずき。 だけでございましょう。どうぞごゆっくりお楽しみください。それでは、オカルト朗読会、今夜も始めさせていただきます。 地初めて旦那の家に行ったのが11年前私が18歳の時当時旦那は父親と大喧嘩の末半絶縁状態で実家から離れた祖母の家にずっと住んでて私も彼の家に行く時は 祖母の家に遊びに行っていた。付き合って一年くらいした頃、ようやく旦那と父親が和解したとかで、旦那も実家に戻り、そのタイミングでようやく家に招いてくれた。旦那の家、ちょっと奥まった地区にあって、決して田舎ってわけじゃないのに、 その地区だけなんか孤立してる感じだった。太めの通りを一本横道にそれて入っていく感じの地区なんだけど、その道をそれた瞬間に全身にすごい鳥肌が出た。私、多少霊感あるのか、何かがいる。とか、ここは変。とか、 ざっくりとした雰囲気はすぐ察してたから、この土地は何かがおかしいって直感で感じた。で、よく見たら、その地区の入り口に、禁足地につき立ち入り禁止って書いた看板と、すごく荒れた柵で囲った土地があったから、この辺ちょっと怖いね。 旦那にそれとなく聞いてみると「ああ防空壕とか多いしねちょっと上がったところには無縁仏がいっぱいあるよ」なんて軽いノリで返事されて「まあ私の心配しすぎか?」って気にしないようにしてた旦那の家についても 違和感と鳥肌はずっと収まらなくて常に誰かに見られてるような視線を感じてた旦那の家は一見普通の家なんだけど普通じゃないって印象何かがおかしいとか具体的に言うのは難しいんだけど真昼間なのに 旦那の家含めて横並びの数件が全部どんよりして見える。初めて会う旦那の母親はすごく美人で優しくて気を使わせない素敵な女性だったんだけどそんなことがどうでもよくなるくらい家が気持ち悪いってい印象が勝ってた。いざ家の中に入ると。 すごくきれいに掃除されているんだけど外見で感じたどんよりさがさらに強い感じでとにかく空気が悪く感じて居心地の悪さのせいか気分が悪くなってしまい長居せずに帰宅この後なぜか無意識に足が遠のくようになり極力旦那の家には近寄らないようになった。 初めて旦那の家に行ってから5年後。旦那と結婚が決まり、婚約期間、花嫁修行も兼ねて、旦那の家に住むことに。あまり気乗りしなかったけど、仕方なくって感じ。そこからは本当に最悪だった。 いざ一緒に住んでみると自分が初見で感じた違和感や気味の悪さがどんどんエスカレート姑と家で二人きりの時にリビングで雑談してると2階からバタバタ歩き回ったり引き出しを開けたりドアを閉めたりとかの物音がすごい姑も気づいてて 〇〇ちゃんが来てからだよね。〇〇ちゃんが霊感あるからかな。程度。ートのドッペルゲンガーのようなものをたびたび目撃する。旦那と地区を歩いているとき、突然大量の足音に追いかけられる。貧足地の前まで追いかけられ、ピタッと 音が止んだ旦那や旦那の友人たちとマージャンしていると突然玄関の開閉音と2階へ人が上がっていく足音というのが何度もそしてこの辺は関係あるのか定かじゃないけど基本的に誰も家に居つかない。 姑も旦那もみんな夜以外家にいない仕事が休みでも家でゆっくりするということがない用事がなくても無意識にフラッと出かけて夜遅くまで帰ってこない感じ旦那の妹は高校卒業したっきり4年間一切実家には戻ってきてなく 帰省するときも家族で外食する程度で、実家には一歩も足を踏み入れなかった。舅人が体調を崩し、仕事を退職。障害者手帳をもらうレベルに。舅と舅目が一切会話をしなくなる。旦那が鬱っぽくなり。 突然スイッチが入ったように暴れたり暴力を振るうようになるそのため旦那ともだんだん不仲に私が喘息発症旦那宅にいると常に咳が止まらなくなる吸入薬もあまり効かない原因不明の鼻血が毎日のように出る ものすごい静電気体質に。姑と、お化けいるのかな塩でも持ってみると、玄関とキッチンに塩を持ったところ、キッチンの塩は一晩でカチカチに。玄関の塩は誰かに踏みつぶされていた。など。 目に見えて怪現象と一家の雰囲気が悪くなっていったそんな中ある日突然舅人が私に「あんな子がいるからいけないんだあいつが来てからだ」と怒鳴り翌日離婚届を置いて失踪。 私も同居してからのさまざまなことが耐えられなくなり婚約解消して同居取り消し実質旦那の実家は家に男2人だけという状況になった旦那宅を離れてからあれだけ悩まされていた鼻血がぴたりと止まり喘息も 本当に喘息だったのってくらいでななた静電気気質は全く改善されなくて季節湿度環境関係なしにバチバチ目で電気が見えるレベルで発症してたけど2か月後姑から連絡があり あの時はごめんね。まるまるちゃんのせいじゃないのに。って謝罪と少し会えないかな。と食事に誘われた。姑には家がいろいろと悪くなる前までは本当によくしてもらってたから二つ返事で OK を出して にに行くことに食事をしながらお互いの近況を報告し合い姑は私が姑が出て行った後すぐ婚約と同居を解消したと知って残念そうにしてた姑との食事が終わった帰り二人でふと 男二人でうまくやれてるのかなという話になり、旦那宅を見に行くことに。二人とも鍵は持ってないから、外から見るだけだけど、洗濯物干してたりとか、そんな日常が垣間見れればいいや、みたいな感じで家まで行ってみた。旦那宅について、二人ともあぜん。 庭は荒れ放題。それどころか玄関のガラスが割れたまま吹きさらしになってる相変わらず家には誰もいないんだけど明らかに誰かがいるような感じ人の気配がする心配になって 二人で隣の家を訪ねて、最近の舅と旦那の様子を聞くことに。隣のおばさんは私たちを見て、あら、久しぶり。二人とも最近見かけないけど、何してたのって感じで、舅目が離婚して出て行ったことも、私が婚約解消したことも知らないようだった。 私と姑二人の近況を伝えると「えっ?」って急に顔色が変わったおばさん。旦那と姑がちゃんと生活できているか心配で二人で見に来たというと「そうそう」って妙に納得した感じでいろいろと教えてくれた。 まず相変わらず旦那も姑とも日付が変わる頃まで帰宅していない何度かガラスを割る音や女の人の悲鳴が聞こえたりしてたがその場限りで続いたりしない何より翌日には二人とも普通に出勤していくしその時に女性が見送っているからただの喧嘩だろうと思っていた 私と姑が出て行ったことを知らなかったのは、上記の通り、女性の姿を何度か見たり、日中も家に人がいる気配。実際に人影を見てるから、てっけり二人とも家にいるのかと思ってたとのこと。旦那も姑トも目が座ってて、 最近いつも機嫌悪そうだったからうまくはいってないのかもとは思ってたらしい特に旦那の方は突然庭の木を蹴り倒したり帰ってくるなり玄関のガラスを殴って割ったりしているようで鬱がこじれたのかなって不安になると同時に そんな状況でも新しい女作ってるんじゃねえかって思った。とはいえ、二人がおかしいことに変わりはないから様子見も兼ねて夜私が旦那宅を訪問することに。先に電話したら断られるだろうから忘れ物したとか 適当な理由つけるつもりで突然訪問した夜旦那の車がガレージに止まっていることを確認した上でチャイムを鳴らすんだけど誰も出てこない旦那の部屋は2階だからチャイム聞こえてないのかなって思って鍵が開いてたからそのまま上がらせてもらおうと ドアノブに手をかけるとバチンってありえないレベルの静電気夜だったから火花が本当にすごくて手もしばらくしびれてたうわ嫌だなって一瞬動揺したんだけど鍵が開いててドアノブが回ったから このまま家に入ろうと思った瞬間、ゾワワワワって全身の毛が逆立つ感覚とものすごい視線を感じた。はっって視線を感じた先を見たら、玄関の割れたガラスの向こうから明らかにこっちを見ている人がいる。 真っ暗だからほんとうっすらな人影なんだけど確実に目が合っているのは分かった旦那いやこれ違うやばいって思った瞬間走って車に戻って近所のコンビニまで行き 旦那と共通の友人 A に電話して状況を説明してきてもらった。友人 A は麻雀仲間で、旦那宅にいる時に何度か怪奇現象に一緒に遭遇してるから、玄関で誰かと目が合ったという話をすると超ビビってたけど、何とか説得して家まで同行してくれることに。 再度、旦那宅へ向かうと、ガレージにシュートの車が増えてたので、私が A を待っている間に帰宅した模様。A とチャイムを鳴らすと、シュートが出てきてくれたので、A が、忘れ物を取りに来ました。と説明して、家にあげてもらえた。 二階の旦那の部屋へ直行すると、部屋の電気がついているのか、隙間から光が漏れてた。A がドアを開けた瞬間、部屋からタバコの煙みたいな白いもやみたいなものがふわっと漂ってきた。タバコ臭はなかったから、多分タバコの煙じゃないんだけど。 旦那はというと、いうベッドの上で一点を見つめてぼーっと座ってた見た目が明らかに普通じゃなくてもう目で見てわかるレベルでなんか黒いオーラみたいなのをまとってる部屋中殴った跡がいっぱいあって壁に穴が開いてたり 血がついたりしてた。絶対やばいって、A と確信して、無理やり連れ出して A の家に。その日は A の家に旦那を泊めてもらうことにして、A が、しばらくは俺ん家に泊めるから、何かあったら連絡するから、って言うんで、 旦那のことをお願いして帰った帰宅して姑に旦那のことを伝えると電話の向こうで私が離婚して家を出たばかりにって号泣していた私も婚約解消したとはいえ大好きな彼だったし 自分のせいだと泣いたでも私も姑も家を出た身だし今は二人とも旦那たちに関われる立場じゃないからってことですべて A に任せて A の連絡を待つことに旦那を連れ出してから一週間くらいした頃 A から連絡が。 連れ出した翌日旦那は普通に起きて仕事に行った朝起きた時に状況を理解してなさそうだったから仕事終わったらまた A の家に来るようにと言ったらなんとなくホッとした感じで家を出たらしいそれから1週間ほど A さんの家と職場を往復する生活で だんだんと落ち着いてきて表情も柔らかくなってきたと。で「旦那くんがまるちゃんと話したいって言ってるよ」っていうので A さんも含めて3人で会うことに。1週間ぶりの旦那は顔色もよく黒いオーラみたいなものも感じなかった。 旦那から家にいる間破壊衝動がすごく気がついたらガラス割ったり壁殴ったりしてたこと私と暮らしている時なぜか毎日無性にイライラしてこいつを殴らなきゃという気持ちになっててセーブしようとしてもどうしようもなく手を挙げてしまってたから それが嫌で私を遠ざけてたことなどを告げられ、私に対して暴力を振るってたことを謝られた。その後、やり直したいと言われたので、はあだってあなた、新しい彼女できたんでしょお隣さんが言ってたよ。と言うと、 いや本当にそんな事実はないただ自分も家の中で女の気配感じてたから」と言われ鳥肌「女の悲鳴聞いたって言ってたから」って言いかけたけど口にするのも怖くなって旦那には言わないでいた。 その後、長々と話し合いをしたけど、とりあえず私も、もともと嫌いで婚約解消したわけじゃないから、復縁することに。その後、旦那は、実家を離れて、別の部屋を借りたんだけど、不思議なことに、家を離れてから、別人のように穏やかになり。 喧嘩も暴力も一切なくなった旦那が家を出てから3年後に再び婚約今度は何もかもがスムーズに進みそのままちゃんと結婚できました旦那の家が悪かったのか 土地が悪かかかったのわかからないけど、私も姑も旦那も家を離れてから何もかもがいい方向に向かってるのは確かだからまだ家に残っている姑にはできるだけ早く家を出てほしいんだけどまだ家を手放す気はないようです。 今でも気になるのは私が玄関で見た人やすりガラス越しに見てたのは全部男だったのに旦那や隣のおばさんが見てたのは女の人だということ見る人によって姿を変える例とかあるんでしょうかねあと 私の鼻血や静電気は、なんとなく霊障というよりは、悪いものが近くに来た時の自己防衛的なものなのかな、とも思ってます。 「もしもし」7帰「七回忌もうすぐで思い出した亡くなったじいちゃんに聞いた話」「じいちゃんが子供の頃は暗くなってから道ですれ違う人に「もしもし」と声をかけ合うのが習慣だったんだと。 人以外のものは二度続けてもしもしと言えないそうだ。近所の子供と計六人で神社で遊んだじいちゃんは暗くなり始めた頃全員で神社を出た。田んぼの間の道を抜けて集落に向かっていた途中、女が向こうからやってきた。 先頭を歩いていたじいちゃんは、もしもし、と声をかけたが、相手は足を止めて黙っている。何か話そうとしているのかとじいちゃんも他の子供たちも足を止めた。女がスロー再生のようにゆっくり口を開いた。 暗くて顔は見えなかったがやけに口の中が真っ黒に見えたそうだ。もーー「もし」。間延びした血を這うように低い声で女がそういうのを聞いて子供たちは全速力で逃げ出した。 神社から一番近い子の家に逃げ込んで、その子の親に話したが、誰かからからかわれたんだろうと笑われる。あれは人の声じゃなかったと反論してもいなされるばかり。しぶしぶその子の家を出て、そこでようやく人数が一人足りないことにみんなが気づいた。 逃げ込んだ家の子は2人残り4人いないといけないのに3人しかいないなのに誰がいなくなったのか誰も思い出せないいつも6人で遊んでいてこの日も花一門名を3人ずつでやっていた泣き出す子もいて もう一度さっき別れた子たちの家に行って訴えるも大人はみんなここの集落に子供は5人しかいないと笑いおのおのが家に帰って家族に訴えても同じ答えだったといういなくなった一人が男だったか女だったかも思い出せないでも 同時二列に並んで喋りながら投稿していたから間違いなく六人いた。じいちゃんはそう話していた。孫を怖がらせるための与た話かもしれんけど。牛の鳴き声みたいな君の悪い声だった。 とじいちゃんは真面目な顔で言っていたのが忘れられない。 こんばんばはアンナですさて皆さん今夜のお話いかがでしたでしょうか私は個人的には2つ目のお話が好みかな。やっぱりなんかおじいちゃんとかがね子どもの頃に経験したお話経験した怖い話なんてもう聞かされてしまったらもうなんだろうそういう,こう子どもの頃って話で聞くもう話で聞く ことって想像するじゃないですか。あの大人以上にこうなんていうのこう真っさらな脳で想像するからなんかそういうのって絶対忘れないですよね、うん。またおじいちゃんも貴重ななんか怖い体験してますよねこの話の。うん、私はあの田舎が伊豆なんですよ。なんかもうなんていうのその怖い話云々 もうそうですけどどっちかっていうとやっぱりなんか子供の頃からその山とか神社とかななんかそういうものと場所には人間が簡単にこう足を踏み入れちゃいけない恐れ多い場所みたいなそういう感覚って多分あの田舎の人ってそういうの特に田舎の子供って感じ,感じ知らない間に感じて育ってるようなところがあると思うんですよ。 そういうのって怖いけどロマンチックですよねで。なんかその怖い思いって本当に体験したら本当にリアルにその,その時は怖いけどでもなんか総じてロマンチックだなって思いますね。だからなんか田舎もね私が子供の頃の、うん、伊豆と何て言うのかなその 田舎って貴重じゃないですかねうん、なんか今日の話特に2つ目のお話読みながらなんか自分の家の自分がお宮参りしたじ神社とかが私すごく好きでで、うん、なんかねそういうそれちょっと思い出しながら聞いてましたあとね自分の私はおじいちゃんおばあちゃん母方のおじいちゃんとおばあちゃんがいつのその 海のの、ね、の近くの港町のあの人なんですよだからその、ね、海をこう見下ろすちょっと小高い場所にあるその神社に神社があってでそこから神輿がね担がれてこう海に入っていくんですよお祭り秋の祭りに。なんか私ああいう子どもの頃の,あの世界観がね目に見えない神様はいるいないとかそういうことじゃなくってなんかもう目に見えない何かに と一緒に人間が生きてるみたいなそういうのに対する恐れとありがたみとなんかロマンチズムみたいなのがこう融合されたあの,ー、なてうのかなそしてさびれた感じとか緑がすごい深い感じとかそういうのをねちょっと思い出しました読みながら思い出してましたそのうん怖いののツボってありますよね。うーん さ皆さんは今夜の話どんな風に聞きましたでしょうか今夜は2つ読ませていただきました <laughs> でですねこの場所はですね、えー、私アンナが経営しているオカルト喫茶アンナの店内になっておりますでですねこのオカルト喫茶アンナはですね、えー、海沿いの小さな田舎町で細々と経営している、えー、オカルト好きの店主アンナが まあオカルト朗読会開いたりあとはちょっとね来てくださる珍しいお客さんですよこんな無人駅の小さな田舎町のね喫茶店にオカルト喫茶アンナなんていうおかしな名前の、えー、お店に立ち寄ってくるお客様貴重で変わったお客様あのなので、まあ、ご覧になってくださってる皆様のようなねニッチな 方があの来るわけですそういうお客様から体験談をね怖い話を聞いたりしてあの私がちょっとお店に来た人たちに聞いたりまた来てくださってくれた別のお客様にシェアさせていただくようなそんなお店オカルトキッサーアンナなんですよ、まあ、その「オカルト喫茶アンナ」で主催している、えー、オカルト朗読会では、えー、こんな風にあの怖いお話を 朗読させていただいておりますので、えー、また気が向いたら皆さんお立ち寄りくださいオカルト朗読会今夜はこの辺でお開きにさせていただきますまたお会いしましょうさようなら